マイク・ハリスはカリフォルニア州オークランド出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント、ポジションはガード。カリフォルニア州ドゥアーテにある高校時代はアメリカンフットボールの他にバスケットボール、陸上競技を行った。UCLA では主に右タックルを務めてピストルオフェンスのランニングゲームに貢献した。2008年は足首の断裂で シーズン開始から7試合欠場、最後の5試合で右タックルとして先発出場した。2009年2月、右足を骨折したが、この年、全13試合に右タックルで先発出場した。2010年、カンザス州立大学との開幕戦は、チーム規定により出場停止、翌週のスタンフォード大学戦も欠場した。残り10試合は、右タックルで、 先発出場した。2011年はストロングサイドのタックルとして14試合に先発出場し、同大学が乱攻撃で2497ヤード獲得したことに貢献した。2012年の NFL ドラフトでは指名されず、同年4月30日にドラフト外フリーエージェントでサンディエゴチャージャーズと契約を結んだ。同年、 先発左タックルのジャレット・ゲイサーが故障したことから、オークランド・レイダースとの開幕戦から、先発左タックルとして出場した。この年、スナップ283回中、q b へのサック、ヒット、ハリーとなるプレーを46回許し、PROFOOTBALLFOCUS.com からは、パスブロッキングで、リーグワーストのタックル選手に評価された。父親は、 筋金入りのレーダースファンだったが、チャージャーズに彼が入団したことで、チャージャーズファンとなった。ありがとうございます。